よっしゃー、今日は先生にいろいろと質問の方をしてきちゃいます。私にですか？当たり前じゃないですか。なんでそんな知りたいことあります？いやほらやっぱ普段さいろいろ絡んでますけども、いろいろとやっぱね皆さんねどういうことしてんのかなとかいろいろね気になる方多いと思うんですよ。そうそうそう、先生についてね。なるほど、生態と生物としてね。そうそうそう。じゃあいろいろ質問していきたいと思いますね。はい、行きたい国とかあります？はい、もう本当ポピュラーな本当質問です。僕ちなみにモルディブとかですね。行きたいですね。行ったことないんです。いや行ったことないし、そんなとこ行ったことないんですよ。本当に、はいはい、モルディブってなんかさ番組とかでよくあの綺麗なイメージがあるんで、はい、こう見えてもピュアなんで。いや行ってみたいなって、そういう綺麗なとこにね。そういうことですね。そうあります。私はアメリカです。 USA? Yes。 あ、実はその昨年ですね、うん、昨年アメリカで女の子に向けた科学実験ワークショップをさせていただいたんですけど、次はサイエンスショーをしに行くことを目標としてやっぱ頑張りたいなと思っています。え、もう向こうでなんかやられてたってこと？あ、そうです。その大学に行ってで、はい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 、そこで実際に実験をさせていただいたりとかもしたので、すごい。なんかやっぱりショーを今度はねアメリカの子供たちにも伝えられたらいいなと思っています。いや壮大な夢ですよこれ。いやでもねすごいと思う。いやでも夢ですね。夢なんですよね。まあまあ夢っていうのは思ってれば叶えますから。叶えますから。なんか泣いちゃう本当。いやいやいや嘘でしょ。ちなみに、はい、あの好きな食べ物。食べ物、僕はですねあの豚足とかですけど。美味しいですよね。ちなみにですよ、はい、本当本能で、あの本能で麺類。麺類。大雑把。大体麺類。まあ、だからパスタとかラーメンとか、はい、そういう類ですね。うどん、はいはいはい、大体麺類を食べてますね。もう粉系が好きってことですね。あ、そうですね。そういう好きなんですよね。味は例えばさ味噌ラーメンとか醤油ラーメンとかさ、はい、いろいろあるじゃない。はい、めっちゃ濃いの。だから、はい、天下一品さんとかそういうドロドロした要は鶏を思いっきりもう煮込んでそういう系が好きってこと？あ、そうですね。味噌的なさしょっぱいっていうさ、はい、でも甘みがあって野菜の風味があって美味しいやつとかさ。いや分かります。あるじゃない。分かります。分かるでしょ。分かります。はい、そんなすごい詳しいかっていうと詳しくないんですけど、うんうん、こう顔くれながらこうラーメン屋さんに一人声って言って。いやちょっと、いやどういうこと？一人隠れながら。まあまあ確かにタレントさんですからね。いやいや全然そういうことではないんですけど、なんかちょっとねあんまりこうね見られたくないの。ああ、そうですね。ああ、じゃあ人の前でだから一人で入る？一人入ります。入るけど、はい、食べてる姿を見られたくない。食べるの見られたくないんですよ。なんかえ本当に？なんか昔から、まあまあそっか、女子はまあいやあの口元とかやっぱりねあの、はい、ちょっと恥ずかしいっていうのもあるもんね。あ、そうですね。なんか女子校だったので、なんだろう、そういうなんか男性とかがいる前で何かを食べるみたいなことをなんかあんまりしないじゃないですか。わかる。俺も男子校だったからやっぱ人前にあの、あ、そう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 、女子の前でそんな食べること、男子の前でねこうやってちょっと口元があって、わかるわかる、わかります。なんかどうしていいかわかんなくて。いや、わかる。その異性がいるとでしょ。そうです。だからその時にどうやって食べていいかわかんなくて、最初本当になんか震えてこう、はいはいはい、なんか食べたりしますよね。でもさ一人で今行ってるからさ、はい、いや偉いね、もう大丈夫、克服したんだね。もう全然大丈夫。だただ口元は隠すよ、隠すよっていう。あ、見ない。もしね、はい、明日ね、はい、やばいもう死んじゃうなって思った時何が食べたい？その本当食べ物だよ。一つこれ麺類とかじゃなくて、まあ、具体的にね、品ですか？だから僕の場合はあの例えばうなぎとか好きなんで、はい、タン塩。すごいとこ行きましたね。粉物からタン塩って。麺類じゃないって。麺類じゃないって。あ、タン塩好きなの？タン塩はそうですね、好きですね。意外ですね。だからなんか最後はやっぱこうちょっとエネルギッシュに死んでいきたいなと思って。
その後肉が、いやいや、あの、いや、わかるんです。エネルギッシュだったら、はい、あのビフロースとかさ、はい、ヒレとかさ、リブのさ、そこの脂身を食べてよし、もう死のうってなるじゃない。あ、そうなんです、ね、すごくさっぱり系じゃない。あのレモンかけてさ、まあまあ、あのさっぱり死にたいと思う。そうです、さっぱりしてちょっと、もしね、はい、最後に食べたいっていうね。そうですね、科学的なことなんですけども、もしあの自分のことを、はい、あの元素記号で例えるなら、はい、あ、まあ、正確ですね。僕だと H2O ですかね。すごく簡単なとこ行きましたけどね。なんだろうなんだろうと思って、水っていうね。水 H2 じゃないからね、じゃないね、水素じゃなくて水っていうね、うん、ちゃんと結合してるってことで、う、あ、うまい、お、さすが、俺今初めて聞いた、あ、そうだっつって。でもこれ俺のもんですから。あ、そうか、もう言えないってことですね。私はね、多分炭素、炭素、炭素 C で、なんでかっていうと、うん、その炭素っていろんな、うん、まあその形があるわけですよ。まあ要はその炭になったりとか、うん、まあ、ダイヤモンドになったりとか、いろんな形がある、うん、炭素って。まあ自分はこのまま行くと、うん、ほんと炭になって灰になるか、まあダイヤモンドになるか、まあどっちかかなっていうので、まあ炭素かなとは思ってます。もうすごく怖かったんですけど。二極端ですね。炭、ね、まあ、になるか、ほんと輝くかって、ダイヤモンドみたいに。炭かダイヤモンドか。自分はもうそのぐらい両極端だってこと、はい、あ、そうです。その性格とか、あ、そうですね、そういうのが、はい、う嫌いなものはバッてもう嫌だって思っちゃうし、あ、そうですね、吸収したいっていう時はもうここぞとその勉強というかさ、はい、そうですね、それを吸収するってことね。しますね、シュルって言っちゃったけど。昔からさ、科学は得意だったの？いや、得意ではないです。でも大好き。どこでさ、興味を持ち始めたんですか、科学の。その何かをやってる時に、例えば、はい、小学校の理科の時にリトマス式を見て、はい、リトマス式か、リトマス式はあのサッカー選手だ。リトマス式を見てさ、ほら、こうやって変わるんだとかあるじゃない。あ、そうですね、これ面白いとかさ、はい、それは今自分がこの活動してることにもつながるんですけど、うん、中学生の時に、うん、虹の実験を見て、ああ、これってすごく綺麗だし、日常につながってるんだって思って、うん、得意ではなかったんですけど、一生懸命それから好きで勉強するようになりました。確かに虹ってさ、あの見た時にさ、はい、どうやってできるんだろうって、いや、思いますよね、思う、ね、ちなみに教えてもらってもいい、それ、はい、その原理というか、俺全く分かってないからさ、はい、そう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 、ちなみにやったことは、その科学ってことですか。あ、そう、虹の実験、いや、ないです。いや、ないですか、はい、ですか、じゃあ説明します。ああ、なんか水だけバーッとホースでやったことありますけど、そう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 やって作れるんですけど、はいはいはい、その太陽とか、そういう白色、それはさ、やっぱあの、うん、ミキラボでやっちゃおう。今しれっとね、うん、それあったね、それだからミキラボでね、また実験材料として ね、 ね、でもそれで、うん、まあ、自分は実験を通して科学が好きになったので、こういう風に、まあ、得意ではないですけど、実験を、うんうん、まあ、いろんなとこでやるようにはなったっていう。で、高校もそういう理系というか、はい、とこ行っ て東大の方に入ったんだ。はい、すごいね。科学がさ、苦手な子はさ、例えばどうすればいいの？その、はい、ああ、嫌だな、怖いなとかあるじゃない。あ、そのバンってさ、そうですね、爆発したりさ、はい、それをなんか怖くないようにというか、なんかわかんないですけど、苦手なさ、そう、私の実験教室とかでも、うん、科学とか本当になんかできないかもって思ってる子すごくいるんですけど、うん、でもなんかまず失敗してもいいからやってみるっていう気持ちで臨むと、なんかこう失敗を許すというか、なんか実験ってなんか結構失敗も多いので、うんうん、なんかそこをすごくこう楽しむみたいなことをしたら、まあ、そういう風に好きになる子もたくさんいますね。確かに人生と似てますね、科学も。人生と似てますね、科学も。本当にミキラボはさ、失敗は多いもんね。そうです、そうなんですよ。でもなんかそう、自分はすごくそこも大事にしてて、うんうん、全部成功するわけじゃないので、それはそのままお伝えしようと思って、はい、いつもその辺は隠さずやってます。だって失敗はさ、成功のもとだって誰かが言ってたもんね。そうです、誰か忘れたけど、白熱電球だってあれもうすごい
回99回とかも失敗して、でそれでやっとできるみたいな、なんかそういう風にして説明が生まれて、はいはいはい、ライトなんとかっていう方たちもね、兄弟ですけどね知ってるじゃないですか将来例えばやってみたい実験とかあります、はいはい、実験か、うん、やってみたい実験、例えばあの地面をガタ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 って壊していきたいとかさ、ドリルでさすがに棒に触れることはしない例えばですよ、棒に触れることはしないけどそうですね、うん、でも私はそのよく再現賞で、うん、ダンスを絡めてその実験をすることが多いんですけど、はい、そのダンスを使った実験を、まあ、どん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 これからも開発はしていきたいなと思っています。これ面白いですね、あのダンスを使った科学って、だからあのこの前やられてたあのバターシェイクのやつですよね。 そうですね、あれもそうですよね、科学の実験でいろいろ踊りながらこうやって科学は楽しいんだよっていう、そ そういうことをやってってことですね。はい、そうです。ただね、バター振ってても誰も見てくれないですから、まあかまあ、ちょっと踊ったらみんな見てくれるじゃないですか、はいはいはい、そういう風にこれが科学じゃーってバターができるだろっていう感じで、ね、見せれるもんね。そうですね、はい。その踊る時ってさ、好きなダンスとか曲があるんじゃない、はい、あ、はい、ああいうの何使うのよ。基本そのやっぱりヒップホップの洋楽をずっと流して練習してます。洋楽なんだ。はい。え、ラッパーなの？ラップも好きです。あ、ラッパーラッパーいけるのラッパーいけるでもこの前さ、あの AKB さんとかやってたじゃない、ああいうキャッチャーなさ、キャッチーな感じのさ、はい、曲とかも踊るってことでしょ。あ、そうですね、そういうのも好きですけど、はいはい、やっぱヒップホップ、基本このズンズンズン、イエイエイ、ああイエイ、オーイエイ、カモンカモン、チェケラってやつみたいなやつ。いや、すごいですね。それであの科学の実験するってすごいですねがすごく好きです、ね、だ USA 的ですね。そうですね、はい、ラップとかやってみる。いや、いいですね。あの P からですね、マイクを渡してやってもらうっつって、ラップを。よし、じゃあヨウ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 、ちょっとストップストップストップこれヨウ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 しか言えなくなりそうですね。これやめときましょうだからそういう歌手の方とコラボっていうのもいいですよね。あ、そうですね、そういうあのラッパーしてるんです、ちょっとあのいろんな音楽とかさ、ライブ会場で一緒にコラボしてみませんかって、そうです、ね、科学と一緒にね、バター持ってそういう、そうそうそう、バター持ってて持たせてこうやってね、いかつい感じでね、こうやってちょっとあの一緒にコラボしませんかみたいな感じで、科学とやっぱ音楽のコラボって最高だと思うんですって言って、はい、ちょっと共感する方募集してます。はい、あの、はい、質問が来てるんですけども、あ、はい、あの人類は火星に行きますか。あ、でもそういうの大好きですね。もうそういうの好きなんですか。大好き、ちょっとそういう SF チックなそのことを考えるの大好きですね。もう本当なんかそう、宇宙のこととか、はい、そういう火星行けるかとか、はいはいはい、そういうの本当になんか面白いですよね。もうこれだから僕あのこの前教えてもらった知識なんですけども、はい、これ本当あのダメだったらカットしてほしいんですけどもこれ本当俺アメリカの人に狙われるんじゃないかと思うんですけども、はい、あのアメリカの大統領が一番先にする仕事って分かります？へえ、これちょっと本当怖い、俺怖い、本当怖い。何言ってんやつ？これ本当言っちゃいけないやつだと思うんだけど、はい、うん、何だろう、何だと思います？宇宙人？正解。そう、マジでこれね、ちょっとピー入れてもらってね。いや、マジでこれ聞いたんですよ。本当に？アメリカの大統領が一番最初にあのなって就任してすることは宇宙人と会うことなんですって。へー、いやいや、これ僕ねちょっと違うないや、これそうですよね、マジで、マジでこれ本当、これはちょっとあのピー入れてもらって、やっぱりプレジデント問題なんで、これ僕ら狙われる可能性もあるんで。いや、そうですよね、狙われたらどうするんですか。そうそう、したらこれカットであの人類は本当に月行きましたかって。いやそれは信じたい、ね、それは信じたいですねいや俺は言ってると思いますよこっち答えちゃってるじゃないですかいやそこは、ね、信じたい。そう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 ですよね、月はね、いや行ってると思いますよ。
でも科学のやつで月とかそういうのも科学なのか、だからブラックホールとかもそうですよね。あ、そうですし、そこに行き着くまで の, その計算とかで全部科学で、うん、まあ、いわゆるその物理の分野でどういうふうな角度でどれぐらいの速度で打ち上げたらそこに行き着くかっていうのをちゃんと計算してやってますからね。なるほど。そのブラックホールっていうのは本当に吸い込まれるんですか？僕ちょっと分かんないですけども、あの、あ、私もちょっと行ったことないんで、はい、いや、まあ、確かにあれなんですけど、原理が何なんだろう。そうですよね。だからそういうのをなんかみんなでこう想像しながら話すのとかってすごく子どもたちもね、なんか楽しんでくれますよね。答えを言うというよりはみんなでこう一緒にそれを考えるっていうのがすごく大好きなので、まあ、それであの知識の方もだんだん豊富になってきますもん ね。それで失敗してどんどん、あ、こういうことだったんだっていうね、そういうことですね、はい。これ大丈夫なんですか？なんか私の話ばっかですけどいいんですか？いや、だって俺のこと誰も聞きたくないでしょうじゃあ、アナジローさん何が好きなんですかって、シュークリームですねっつってさへーってなるでしょうよ。質問来たら答えますけど俺も、はい、質問があればもし、はい、はい、ぜひコメントいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。